さて始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さあ、えー、金、土、日と、ロッテ3連戦でございまして、3ゲーム差で迎えた、あー、2、ロッテとの、これ大事な大事なね、3連戦だったんですけども、ホークスとしましては、一緒にはいということで、えー、まあね、 この3連戦を追っかけてくださった方はわかると思うんですけども、まあ、ギリギリ3連敗はせずにということで、一番痛い,い,いパターンといいますかあ、形にはならずに進んだというのが正直なところではないでしょうか。あ昨日の試合ね、見事周東選手のさよなら勝ちで、えー、勝ち星をね、えあ、ー、げまして。 ギリギリ、ええー、まあ、1ゲーム差を離されただけで、終えれる、終えることができたと、ええ、いうことでございます。うー、選手ね、長い長い連敗ストップから、えいい流れでね、オリックス戦2連勝あったんで、乗っていきたいなと、ええ、いうところな、場所でございましたけども、この3連戦。ええー、まあね、1勝2敗という形になりました。いや、まあシュート選手がね、本当に、 大感動の高野祭典をね、勝ち星で締めくくってくれましたけども、今年も高野祭典が1勝8敗、去年から2勝16敗ということで、本当にこの苦しいね、やはり期間、イベントになったということでございます。まあ、高野祭典だから、あまり良くなかったというようなね、され方しますけども、あまり気にしたくないなというところがね、正直なところでございます。たまたま去年から負けた12試合が、 さあ、16試合か、が、高野祭典だったと、いうことにしたいんですけども、明らかに、高野祭典だけね、勝てないという、これ何なんでしょうかね、本当にもやもやすると、いった結果ではございますけども、来年ね、まあ、あるかないかわからないですけども、やっぱりね、高野祭典に関わらず、これからもね、応援していくのにはね、変わりないんですけども、選手たちがね、ちょっと気になるだろうなと、ファンの方もそうですけども、選手、球団が気になるんだろうな、というような結果になってしまいました。え、まあね、 えー、こから、あ、今3位でございますんで、どんどんね、上位浮上を目指して、えー、頑張っていくためには、周東さんの、さよならヒット、とてつもなくいい流れができたんじゃないかなと。 え、いうふうに思います。さあ、今日もですね、皆さんからメール、えーえー、いただいております。まずはですね、カルロス・としきとオレガドライブさん、長崎からあーメールいただきました。ありがとうございます。長崎在住のホークスファンです。さすがに、えー、今日7月24日の敗戦はショックでしたと、ありましたね。7月24日、本当にこの皆さんも、悪夢だったとは思いますけども、角中選手の、さよならホームランの時ですね、えー、あの時の試合でございます。えー、あの試合は、 野球の怖さを改めて痛感しました。新田さんのツイッターにもありましたが、現実とは思えません。去年の最終戦で相当悔しい思いもしましたが、今回はそれ以上の悔しさが込み上げております。 選手のこと、采配のこと、いろいろ言う人もいますが、何を言われても構いません。ともかく、ホークスを信じて、応援し続けます。というメールをいただきました。まあね、そっからね、オリックスに、えー、2連勝、しましたし、えー、まあ、いい流れ、え経、ー、ったと思いますけどもね、またロッテにやられてしまったと。ちょっとね、ここ最近ロッテとの相性があまり良くないなと、というところでございます。ただね、応援していく姿勢が変わらないと。お素晴らしい。えー、カルロス・トシキと、オレガドライブさん。 えー、ありがとうございます。熱いメール。これからもね、ホークスに熱い熱いエールをよろしくお願いします。そして僕にはメールをよろしくお願いします。 そして、えー、続きまして、えー、こちらね、特、え、命、ー、希望さんからいただいております、えーえー。私は野球人っていうのは何だというふうに思います。えー、俺も、八幡大学野球部で全国の強者と対戦し,たけ、えー、してきた、えー、新田団長が野球人としてってよく言ってるけど、一般人と何が違うか教えてほしいということでメールいただきました。ありがとうございます。 まあね、一般人と野球人を大きく分けて言ってるつもりではないんですが、まあ野球人というのは、えー、まあして、えー、僕の勝手なイメージですけどもあ、やっぱりスポーツマンシップをね、一番に重んじて、えー、正々堂々プレイする、うまあ負けたらごめんなさい、打たれたらごめんなさい、偉しちゃごめんなさい、で、打って、守ったら、 やってやったぞと。そういうのがね、やっぱこの、なんていうか、この、チームを背負って戦う、う人と、いう意味を込めましてね、責任あるプレえそして相手にね、リスペクトあるプレーこれをね、野球人というふうに僕はね、習ってきましたので、野球人という言葉を使わせてもらってますけども、まあ一般人と何が違うかと。別にその悪い意味で使ってるわけじゃなくてね、野球人らしからのプレイ、これ多分どこで、僕この、こういう言葉を使ってるかなと思ったら、例えば、う先日、ー 近藤選手がね、ボールの球をね、ストライクと判定されて、えー、悔しい気持ちが溜まってるところで、えー、その後ね、三振に取られ打って取られた、打ち取られた時にちょっと宮城投手がね、ガッツポーズしたシーンみたいなのもありましたけども、ああいう時に野球人としてね、ちょっとガッツポーズはしなくて、えー、しないでほしかったなみたいなあ時に使ったんでしょうか。まあ、いろんなところで僕は野球人で使ってますんで、いつ使ったかっていうのはね、詳しく覚えてませんけども、とにかく、責任、えー、ある行動、まあ、 野球人としてという時には、やっぱスポーツマンシップ、スポーツマンとしてというところを野球のこと、野球においては野球人としてという言い方を僕はよくしてるんですけども、正々堂々としたプレーをする、これが野球人ではなかろうかというふうに思います。そして、グラウンド上で起こったミス、例えばまあエラーとかね、三振、まあ、ミスというか、うまくいかなかったことはグラウンド上で返すというところ、この、おまあ、ああ、いう気持ちを見せるところ、これが野球人じゃないかなというふうに思っておりますんで、 えー、そういう意味での野球人と理解していただければと嬉しいと思います。これからも、ね、野球人という言葉はバンバン使っていきたいと思いますし、えー、皆さんにね、まあ、傷つくような言葉じゃないので、えー、皆さんにとってねあ、野球やってる人はこうやってね、バットで返すんだ、投げて返すんだ、そういうところもね、選手たちを見てほしいというふうに思いますので、これからも伝えていきたいなというふうに思います。メールありがとうございます。さあ、それでは、 金土日一緒に敗のゲームを振り返っていきたいなというふうに思います。えー、僕個人としましてはあ、バッター陣の粘り強さ、これが出たと思いますんで、えー、ぜひ聴いていただければなというふうに思います。それでは今日も振り返っていきましょう。プレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾 さて、まずは金曜日の試合から振り返っていきたいなというふうに思います。7月28日、金曜日でございますね。結果的には8対5ということで、ホークス初戦を落としてしまった。勝ち投手は種市投手、負け投手は東山直投手となりました。直さんがね、初回に5点と、このホークスフォンびっくりのようなね、この、まあ、点の失い方をしてしまったと。えー、結果的には、ね、4回途中7失点、88球ということで、本人もとにかく申し訳ないというふうなコメントを残しておりましたけど、ま、あ1年間どうしたらね、 こういう試合もあるのかなと、いうふうに思いますけども、やっぱりこの初回の5点というのが、重くのしかかった、そんな試合になったんじゃないかなと、いうふうに思います。えー、まあ、あ1回の表に5点取られたんですけども、えー、まあ、フォアボールというよりは、まあまあ4番ポランコ選手にフォアボールもあったんですけども、ヒットを、も合計5本か、集中されて、5点を奪われたと、いうことでございます。まあね、ロッテ打線が、うわー 立ち上がりの東山投手を、あんま捉えたと、いうことでございますけども、まあ、不運なね、内野安打から始まって、えー、まあ、ストレート、ー変化球、まあ、カットボールですね、打たれたところは、まあ、すべてちょっと、まあ、高かったというところでございます。急分割されたストライクゾーンのね、えー、表をね、えー、見ながらね、えー、僕も試合をこう追っていたんですけども、 えー、ヒット打たれた球、なんと、ベルトよりすべて上の高さでヒットがね、えー、生まれているということでございまして、そこをね、えー、ロッテ打線がヒット6本ですかヒット6本とも、まあ、ベルトより上の球あということで、ロッテ打線がうまく、えー、そこを捉えていったのかなというふうに思います、えー。まあ、打たれた球はね、カットボール、そしてストレートということで、まあ、130キロからあ140キロ中盤ぐらいの球をすべて捉えられたと、 ということでございます。えー、カットボールがね、特に、えー、捉えられまして、137キロから144キロで、えー、やはりね、そこら辺のね、急速ら辺をストレート張っていたとしても、それぐらいの急速であれば、 え、カットボール、ま甘、あ、めに来ると、ロットデーもね、えー、まあ対応できてしまったんじゃないかなと、え、いうふうに思います。立ち上がりね、まあ、どのピッチャー、どんなにいいピッチャーでも立ち上がりが一番、えー、門というふうに言われますけども、そこをうまく捉えられてしまったのかなと、いうふうに思います。まあ、先ほど言いましたけども、そうは言ってもね、ホークス、打撃陣が、 え、この3連戦かなりいい役割を果たしてくれたんじゃないかなと。えー、2敗しましたけども、えー、昨日の勝ちも含めて、えー、バッター陣、打撃陣の粘りというのがね、夏場に入って、本格、暑さが本格化し,しましたけども、しっかりと打撃陣が粘れているんじゃないかなと、えー、いうふうに思います。えー、まあその象徴がね、まあこの、 えー、5点取られた後の2回裏、3回裏のホークスの攻撃でございまして、えー、2回裏で、ね、4番の柳田選手のツーベースから始まって、柳松選手タイムリー、そして今宮選手タイムリーということでございまして、えー、まあ。 柳田選手が出た後、5番、6番とね、え、ちょっとアウトになってしまったんですけども、2アウトから、7番、8番の連続タイムリーということで、ここの粘り強さは、え、この試合ね、大きく突き放さ、まあ、8対5となってしまったんですけども、打撃陣がね、いや、まだまだ、ついていくぞと、え、いうところで試合を諦めなかった素晴らしいバッター陣の活躍があったんじゃないかなと、お、いうふうに思います。え、特にね、2アウトから、え、まあ、無得点で終わるか終わらないかと、え、いうところで、え、回ってきた、あ、柳田 選手でございますけどもねスタメンだったりスタメンじゃなかったりっていうのが続いている中で、えー、まあスライダーがね、えー、真ん中付近に来たとはいえ、しっかりと、えー、ライトに運んでタイムリー、えー、そして、えー、まあ今宮選手も おしっかりと続いたと、おいうところでございまして、この二人ともね、二球とも変化球を捉えていると。なかなかね、この制球が、はっきりとしたボール、もしくは真ん中付近に、種石投手の球が集まっていたのを、しっかりと捉えきった。まあ、変化球を二人とも捉えたっていうのが、えー、大きかったんじゃないかなと、おいうふうに思います。えー、RKB のね、ホークスイニングゼロでもね、えー、僕、言っておりましたけども、序盤のね、えぇ、種石投手乗ってくる前にね、あの変化球を捉えていくのが大事と、おいうところありましたけども、 しっかりとそれを、ねえー、打撃で実践すると、えー、そして3回の裏近藤健介選手がーレフトスタンドへのツーランホームランと、えー、いうことでございまして序盤で1点差にね追いついたというのが今年のホークスー打撃陣の中で、まあ、今年といいますか特に最近ね、えー、できていないというかなかなかね、まあ、5点差ついたらできないんですけどもおできていなかったのでこれはね 価値ある4点だったんじゃないかなというふうに思います。えー、この回もね、ワンアウトから三森選手がツーベース、そして近藤選手がホームランと、いうことでございまして、近藤選手らしい、えー、しっかりと逆方向にね、鋭い打球が飛んでいくと、バットを巻きつけるんじゃなくてセンター方向に出していくと、いうような近藤選手の凄さ、えー、たっぷりのね、ホームランになったんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ、打った球としましたらこれも変化球ということで、えー、前の三森選手もホーク、そして近藤選手もホークと、 でございましして外角の球をしっかりとコースに逆,らわず逆方向なかなかフォークっていうのはね引っ張る分には飛んでいくんですけどまあ逆方向に打つとなるとなかなかパワーがねないとスタンドまでいかないんですけどもさすが近藤選手好調ぶりを示したあーホームランということになりましたまあねこの試合のタ,ターニングポイント負けにつながったのは 初回の5点というよりは、やっぱり4回表の3点じゃないかなと。あま、結果的にね、この3点がなければというスコアレ、スコアにはなっていますが、えー、当時、まあ、当時言いますか、ドームでね、僕試合見てたんですけども、4回表の先頭バッターにね、えー、11球粘られた後にフォアボールを出してしまった、ここから、あ2番友杉さん、そして3番角中さんにスリーランホームランとなったんですけども、このスリーランホームランになった場面、えー、東山投手からね、 えー、まあ、立ち直りかけた東のまあ、投手から新井の投手に、えー、スイッチがあったんですけども、やっぱり、えー、そしてね、そ、あの、初球、変わりっぱな初球を、角中選手が、ストレート、ど真ん中のストレートをライトスタンドに、これが決勝スリーラーになったんですけども、やっぱりこの小学校、中学校、高校、大学、プロ、社会人、えー、どの世代の野球問わず、やっぱりフォアボールの後の一球とか、えー、変わった後の一球っていうのは、 ああピッチャーが不安定、えー、なので、やっぱり初級っていうのはストライク取りに行きますね。狙っていくんですよ、どのバッターも。それがね、海選手は外角に構えたんですけども <coughs>、えー、ストレートが甘くなってしまって、 それは、ああ、この前のね、オスナ投手のストレートをライトスタンドに持っていた角中選手の最近の調子であれば持っていくねと。まあ、一球の怖さを学んだ C の投手の一球になったんじゃないかなと、いうふうに思います、えー。一緒にね、見てた人と、ちょっと真ん中だけはと。一球は、初球はね、ストレート取りたい気持ちはわかるんだけども、えー、まあ、低めから、あ低めのストレートからボールになる変化球、もしくはガッチリと、ボールでも相手のね、打ち気に来てるところをね、うまく反らすような球がいいんじゃないかなというふうな話してましたけども、 ま、ストレートはストレートで全然いいんですけども、まあ、ど真ん中に行ったら、それはうちに行った投手はバッター、いいバッターであれば捉えるよね、と。え、いうようなコースに行ってしまった。あ、その後ね、しっかりと C の投手が抑えただけに、あの、角中投手への一球が本当に悔しい一球になってしまったな、というふうに思います。えー、まあね、その後ね、槙原選手の反撃のね、呪しを上げるタイムリードなどもありましたし、チャンスも作ったんですけども、と。ま、さすがに8点は跳ねのけなられないかな、というふうなことで、まあ、一球の恐ろしさを感じた。ただ、 2回と3回の2点ずつ、そして、牧原選手のタイムリー、これはね、バッター陣のこの諦めない姿勢というのがしっかりと伺えた素晴らしい攻撃だったんじゃないかなと。5点ビハインドから、で、8失点したにしては、バッター陣がね、集中して粘り強く戦った、そんな試合だったんじゃないか。価値ある試合だったと、僕は思います。そして、土曜日でございます。負け投手、大関投手、8回4失点ということで、まあね、5回まではね、2失点で粘ってたんですけども、6回の、山口コーと、 選手へのタイムリーツーベースが響いてしまったかなと。え、いうことでございまして、相手の先発シ投手カ,シシカスティー投手にも、カシ投手カスティー投手にも5回無失点に抑えられてしまったと。打撃陣で言えば、6回裏のね、柳町選手のショートゴローの感度1点、これだけになってしまったのかなと。え、いうふうに思います。ヒット数はホークス勝っていたにも関わらず、ま、負けてしまった試合でございました。え、まあね、3回表に、え、選手、和田こうし投手、周東さんと並んでね、9回を代表する、え、スピードスターに、 えー、ホームランという形でね、先制されてしまって、えー、4回表も、石川選手にホームランという形で追加点を取られてしまった、えー、ロッテ打線に、今、一発構成で点を取られてしまったんですけども、あ、この試合の、まあ、ターニングポイントは、う1回の裏かなというふうに思いますね。1回の裏、ノーアウト満塁、えー、3連打でノーアウト満塁を作りました。 ここから、ま、1点取れなかった、中軸で1点取られなかったところが、後々響いてしまったのかな、というふうに思います。ここで1点でも入っていれば、打撃陣としては、波に乗れたんじゃないかな、というところで、え、ま、5回裏のダブルプレイもそうですけども、ー初回。 え、試合の入りというところで、ちょっとうまくい,いかなかったのかなという試合でございます。大関投手もね、えー、粘り強く、ね、まあ途中まで本当に投げていたんですけども、6回表の、えー、タイムリーヒット、えー、ここがね、えー、きつかったかなというふうに思います。山口幸樹投手に打たれたホークボールもね、真ん中付近、えー、ベルトの高さでありました。コースはまあ良かったんですけども、高めに浮いてしまったということでございまして、やっぱりプロ野球選手はね、 逃さないなと、いうことでございまして、甘い球を逃さないバッティング、え、これがね、え、ロッテ打線に、え、されてしまったのかなと、え、いうふうに思います。そしてね、この試合で、栗原選手がちょっと怪我をしてしまって離脱ということになりまして、まあ、試合内容というよりは、その、栗原選手のね、え、状況というのが非常に、え、心配されると、いうところでございます。え、やっぱりこの、ずっとね、この、 なんと言いますか。ああ、栗原選手がね、このチームを守り抜いてきてくれましたから、ちょっとね、栗原選手の離脱というのが本当に痛いと。 おういうところでございます。これをね、カバーする選手が出てきてくれないといけないと。リチャード選手がね、代わりに出たりとか、いうこともございますし、やっぱりこの生に感じてね、ここ、おう、クリア選手をカバーするどころかレギュラーを取るという気持ちでね、選手が出てくると、また一つチームが強くなるんじゃないかな、というふうに思います。えー、大関投手も粘り強く戦っており,おりまして、球自体はね、えー、悪くはなかったんですけども、お一発に泣いた試合だったんじゃないかな、ということでございます。えー、そして、えー 昨日、7月30日日曜日、これはね、サヨナラ勝ちということで、見事勝利を収めました。ここも、打撃陣の粘りでございます。ピッチャー陣がね、ちょっとバタバタバタと、崩れてしまって、まあ、和田さんがね、3失点ということで珍しく、うん えー、まあ、捕まると、お、いうシーンがございました。えー、4回に2点、えー、そして、まあ、回打線への2点、そして、えー、5回のね、中村翔吾選手へのタイムリーツーベースで、えー、まあ、3点を失うと。お、その後もですね、えー、田村投手、そして回の投手ということで、割とちょっと簡単に点をね、失ってしまうような、あ 悪い流れがありまして、まあ、つもり、打たれたのはつもり選手なんでございますけども、ああ、ま、実績点としては田村投手についたと、こういうピッチャー陣の中で、えー、1回から4回までね、抑え込まれていた小島投手に対して、5回の裏ですよ、まず。えー、先頭アスディオ選手、フォアボールからの、ああ、ワンアウトからリチャード選手が打った球ね、ホームラン入ったと思ったんですけども、ちょっと先っぽで、ね、ホームランテラス直前でね、失速してしまった。そこを、今宮選手が、 え本、ー、当にね、低めに落ちる難しい球だったんですけども、右足をうまく引きながら、バットに乗せるといったようなね、打ち方が正し、い説明が正しいと思いますけども、レフトスタンドに運ぶ、ツーランホームランで、3対2ということで、追い上げを図ると、チェンジアップ、低めに落ち、沈むようなチェンジアップ、その前のね、2球がストレート、ストレートだったので、よりチェンジアップがね、遅く感じたと思うんですけども、タイミングを外されながら、 しっかりと右足を引いて自分のタイミングを作ってスタンドまで運んだ。そして7回裏、海選手の、えー、ホームランということでございまして、見事なホームランでございました。これもね、ツーアウトから、えー、このイニング無失点かというような雰囲気が流れている中で、えー、ストレートを、まあ、レフトスタンドで運んだんですけども、本当にアーティストの打ち方。 豪快な一発でございました。弾道が高いので届くかなと思ったんですけども、しっかりとレフトスタンドで届いたと。え、いうことでございます。そして8回裏、あーノーアウト満塁と、あーノーアウト、一塁のチャンスを作って、4番柳田選手タイムリーツーベース。そしてアスディー選手の犠牲フライと。いうことで、ここはね、シュート選手の息が、あの、足が生きた、あ犠牲フライになったんじゃないかなと。え、いうことで、8回裏に追いつく。もうこれ、いけいけ、えー、押せ押せと。お、いう状況でございまして、 えー、この回に逆転や、ということでございましたけども、ワンアウト一、二塁からレフト前して、柳町のレフト、柳町選手のレフト前で出塁して、満塁を作ったんですけども、ワンアウト満塁から1点も入らなかったと。これちょっとどっちに流れ行く ?9 回、10回、怪しいぞ、というところで、ヒットを打たれても抑えて、というところで、9回裏、10回裏はね、ちょっとホークスにね、攻撃にあまり勢いがなくて、この、なんならロッテにね、あったので、これまずいぞ、と。 いうところでの11回裏でございますよ。やっぱりフォアボールからなんですね。えー、点が入る時き、え、沢村投手から先頭、川瀬選手の値千金、ストレートのフォアボール。そして今宮選手が1球でバントを決める。えー、そして、2アウトをね、先に取られてしまうんですけども、牧原選手、そして MVP はもちろん周東選手なんですけども、やっぱり縦役者は、松田周選手じゃないでしょうか。2アウト1、2塁から、まあね、 守備がね、前に来ていたので、さよならヒットにはなりませんでしたけども、値千金のレフト前で繋いで2アウト満塁、舞台を整わした増田修さん、素晴らしい粘りだったんじゃないかなと、追い込まれてるんですよ、ここ。先に2サロン行追い込まれるんですけども、平行カウントまで持っていって、粘って粘って,粘って、レフト前。そして周道選手のさよならヒットと、ういうことでございます。高野採点を締めくくる、本当に球場全体が盛り上がる、素晴らしいヒットだったと。 え、いうふうに思います。えー、ストレートとスプリット、どっちが来るという中で、えー、初球ね、ストレート、ーファール、えー、ちょっとね、振り負ける。そしてね、3球目のファールも振り負けるということで、先にツーストライク、ここも追い込まれる。そしてスプリットで平行カウントにされるんですけども、このね、えー、打席のポイント、攻防のポイントとしましては、この打席、ストレートはストライク、スプリットはボールということでございまして、ツーアウト満塁にしていた、 満塁にしていたので、どうしてもスリーボールにしたくなかった。そして、えー、低めにね、意識して投げすぎると、パスボールやね、えー、ワイルドビッチもあるということで、スプリットがある程度塞がれた。 このね、状況を作ったマスダ選手がやっぱり MVP ということでございまして、最後は、あまあ、コース的にはね、このお助けで一番厳しいコースに来たストレートを、周ト選手がここ最近ね、ちょっとバッティングで、ね、調子が上がらない中で、しっかりと決めてくれたと、いうことでございます。見事な勝利でございました。まあね、ほぼ3ゲーム開くのと、1ゲームしか開かないというのはね、らい違いでございますから、えー、まあ来週ね、ちょっとアウェイが続きますけども、 お、いい勢いをね、オークスに持ってこれて、まあ、ああ、今日、移動日でございますんで、しっかりと、ええー、ええー、まあね、移動ですから、ちょっと体疲れると思いますけども、体休ませてもらって、ええー、明日からのベルーナドームでの西武戦、高橋コーラー投手と有原投手でございますんで、ええー、エース対決、まあ今はね、もう有原投手、勢い的にはエースでございますから、えー、ここね、どうにかものにしてほしいなと、対チームに負けないような一戦期待したいというふうに思います。 さあ,あ来週もね皆さんからのメール疑問、質問何度もお待ちしておりますんで皆さん、えー、k o r r k b r j p 全て小文字で k o r r k b r j p までメールお待ちしております、高野祭典も終わりました、あやっぱりね後半戦、ここから残り50何試合。 えー、ま、負けられない。本当に一試合も落とせない試合が続きますんで、さらなる皆さんの熱い応援、ぜひよろしくお願いいたします。RKB ホークス応援団長トラントとあなた、さらに声からして応援したいと思いますんで、皆さんもぜひ、ホークスのために熱い一声、よろしくお願いいたします。それでは来週もメールをお待ちしております。今日も聞いていただきありがとうございました。ゲームセット。タクジと歩く25分 この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし8つのなしでお送りしています私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ